山田です。はい、はい、ただいまシカゴのにね、まあ、来ているんですが、はい、まあ、あれですね、ポケモン GO のイベントに参加するという意味で今回ちょっとこちらの方に来ているんですけれども、僕昨年とあと今年、まあ、2年連続で、まあ、アメリカの方に来ているんですけれども、で、まあ、アメリカ以外のところでもそうなんですけども、 Uber がマジ Uber ないとどうしようもないぐらいの感じなんですよ、うん、はい、まあ、Uber ってね、今日本国内だったの Uber Eats っていうサービスが、あの、結構都会の方だとね、最近使われるようになってきたので、はい、単語をね、日本国内でも知ってるよっていう、 Uber って単語は知ってるよっていう方が結構出てきてると思います。ただ Uber Eats は知ってるけど Uber はわからないっていう方、これね、海外旅行に行くときに、まあ、もちろん対応していないね国とかもあるとは思うんですが、知っているとね、めちゃめちゃ便利なので、はい、で今回ね、僕も今カメラ持ってるやす君との移動はほぼ Uber です。もう Uber のみ、 Uber のみだよね、はい、徒歩か Uber しか、徒歩か Uber、 はい、やってなくて、まあ、超簡単に言ってしまえば、タクシーの安くて便利バージョンですね、うん、なんだそれ、上位互換じゃんって感じなんですけど、ただの上位互換みたいだと思うんですけど、まあまあ、ね、厳密にはちょっと違ったりするので、はい、はい、まあどういうサービスなのかっていうのも実際ちょっとアプリ使いながらね、紹介してみようかなと思っております。はい、はい、ということで、はい、Uber今起動しました、はい、で、Uber っていうのはですね、どういう風にやるかというと、自分のクレジットカードですよね、まあ、を登録して、あとは自分の個人情報、まあ、名前とか、そういったものを登録するんですが、はい、じゃあ今これマップが表示されてるんですけれども、うん、今僕の現在地がこれ載ってますよね、はい、青で表示されてます。でこの周り車のマークがいくつか見てこれ出てるんですけど、これは何かというと、この Uber に登録している車ですよね、の位置情報が今リアルタイムに表示されてます。なるほど、はい、で Uber 使い方すごく簡単です。はい、今いる場所、うん、僕が今いる地点はここに表示されていて、行き先を、まあ、これ日本語バージョンなんで、日本語で行き先はっていうのをタップすると、もう住所を入れてもいいし、例えば、まあ、その地名を入れてもいいんですけども、今回まあ僕らが泊まっているホテルに今から帰ろうと思いますので、はい、ここ一番上にあるレッドルフインシカゴっていうところですね、こちらタップすると、はい、位置情報が表示されてますね。で、これ今 Uber が今これ上から3つ書いてあるんですけれども、それぞれなんかプランが違うんですよね。ほうほう、いろいろあって、あ、これが今、一番上にあるやつが、これがプールで、下に真ん中に表示されてるのが UberX で、下がコンフォートっていうのがあって、まあ、コンフォートっていうのは、まあ、言ってしまえばちょっと高級な、車で来ますよというやつで、で真ん中の UberX っていうのが、まあ、まあ標準ですよね。で一番上のプールっていうのはこれ相乗りですね。なるほど、はい、まあ、Uber の運転手が、まあ、こう迎えに来てくれるんですけども、自分がその来る車にもう一人別のお客さんを乗せて運んでくれるよと。相乗りですね。で相乗りするから、その代わり金額がちょっと安くなるよと。でこれじゃあちょっと進めていきます。今選択されてるのはこれ青くなってるの UberX ですね。なるほど。で、これで UberX 確認と、はい、押しました。でピックアップ場所ですよねっていうものを設定するんですが、乗車場所、まあ、今ここの青いピンがね刺さっているのが、ちょうど僕がいるエリアですねに刺さっているので、まあ、ここに来てくださいと。なるほど、はい、運転手さん誰でもいいのでここに来てくださいというふうに指定します。それで配車を確定します。よいしょ。そうすると、はい、周辺にいる Uber のドライバーを今検索かけてます。で、まあ、詳しい、ね、システム、どういう風に、ね、処理が行われているのかちょっと僕は分からないんですけども、まあ、近くにいる Uber の運転手さんの中で、あ、じゃあ俺行くよという方がいたら、その人が来てくれると。はい、2分後に来ます。あ、1分後に来ます。1分後に来ます。1分です。はい、で Uber 何がすごいって、運転手さんの情報が全部出てくるんですよ。そうなんですよ。受注した人だ、今だったらちょっとお名前はね実際出しませんけども、はい、なんていう方なのか、車は何なのか、ナンバーは何か、はい、でさらにすごいのは、これ Uber っていうのは言ってしまえば食べログみたいな機能がついてて、そのドライバーさんの過去の情報っていうかが出てくるんですよね。この人はこういう風に評価がされてますよとか。そうですね。なので例えば食べログでもさ、例えば 2.0 のお店と 4.5 のお店だったら 4.5 のお店、まあ、行きたいじゃないですか。そうですね。でどういうお店なのか知りたいんですけど、これはこの人がどれくらいその過去にウーバー歴があって、ウーバーを乗せて、その乗せたお客さんがどういう評価を受けてるのかっていうものが、これ、一目で分かるようになってます。だからめちゃめちゃ安心なんですよね。
はい、で、あ、もう間もなく着きます。あ、もう来る。はい、もう喋ってる間にも来ます。はい、はい、今多分ね、この間ノーカット、あえてノーカットにしてると思います。どれくらいの時間で来るのかっていう、ね、すごい。OK、 はい、こちらの車ですね。 OK、 じゃあ乗り込みましょう。はい、はい、ということでホテルの方の、部屋入りました、はい、でですね、まあ先ほどね、運転手さんね、ご分かと言っちゃいましたけれども、あのですね、何がいいってですね、まあ、ウーバーが、まあ、僕、実際利用して、タクシーよりいいなと思えるポイントがいくつかございまして、うん、まず一つ目っていうのが、この乗車までがめちゃめちゃスピーディーってとこですね。うん、はい。もちろん、その、周辺にいるね、ウーバーの運転手の数とか、どれくらいね、こう、人がいるところなのかっていうもので結構左右されるんですが、実際、まあ、シカゴとか、そのアメリカの結構大都市、と言われるところだったら、ウーバーの運転手ってマジ至るところにいるんですね。なので、そういった人たちが、まあその、今ここに僕はいますっていうマップのそこの場所に、もう、こう、もう来てくれると。で、っていう手間がものすごくね、省けて、実際にシカゴの市内で、ウーバー呼んだ時に、まあ基本的にも5分以内に来ることの方が多かったかな。あとは、これまあ、途中でもね、お話ししたんですけれども、その金額が決まってると。いうのがすごくわかりやすくて、例えば何地点、まあ、今回だったら僕らシカゴからホテルまでで、もういくらですっていうのがもう初めにもアプリに表示されてると。そうですね。はい。だから、運転手がぼったくりできないんですよ、あれって。要はもう Uber のアプリの方でここからこれまでの距離だったらいくらですっていうふうに提示されて、しかも、あ、そう、これ大事なとこなんですけど、現金のやり取りがないんですね。事前にカードでの支払い方法のみになっているので、要は車内で車の金銭のやり取りが一切生じない。これによって、例えば運転手がメーターとかをもう動かさないでさ、うん、いやもういくらな、いくらみたいな感じで、で、チップをいっぱい起こせみたいな感じで言ったりっていうことがあるんですけど、これができないわけですよね。っていうところで、そのお金の面でものすごく安全性が高いなというふうに思いました。あとはですね、これ面白いなと思ったのは、その終わった後に評価とチップっていうのができるんですね。で、これによってより安全性とか、あとその運転手のクオリティっていうのが維持できてるんだなってすごい思ったんですけども、まあ、どういうことかというと、そのタクシーじゃないよ、その、ウーバーの運転手さんって、評価が高ければ高いほどランクが上がるんですよ。で、今実際乗ってた方っていうのはダイヤモンドランクっていう方だったんですけど、例えばゴールドとかいろいろあって、はい、要は乗せたお客さんが乗り終わった後に、今回の運転手さんは5段階評価だといくつですっていうものを評価を下すことができるんですね、うん、で、それがアプリの方からピッと押すだけだから、より高いグレードを維持するために、まあ、運転手さんもちゃんとその気を使うというか、まあそうですね、いいサービスを提供するってことですね。そうなんです。そして、チップもボタンが3つだけ用意されてるんですね。金額が少額の時は、例えば1、3、5ドルのどれを選びますかみたいな感じになっていて、で、金額が例えば10何ドル、何十ドルってなってきた場合は、金額の 15%、20、25% とかかなっていうふうに選べるんですけども、ここも、さっき言ったように評価次第じゃないですか。ちゃんとしたドライバーさんだったら、高額のチップがもらえるかもしれないと。あ、そうですね。そう。で、うわ、こいつ微妙だわって思ったら低いチップを選ぶことができるんですけど、これ、海外旅行とか行ったことある人だったらちょっと経験あると思うんですけど、サービス良くないからって言って、安いチップを渡すと嫌な顔されるっていうのがあるんですよ。うわ、チップ安っみたいな。っていうのを、これも起きないわけですよね。確かに。全部終わった後にその評価アプリ内でするから。だから、やっぱ日本の人ってね、その、いや、お前ダメだわ。お前チップ全然上げらんねえわって目の前でやっぱしにくいと思うんですよ。確かに、うん、だからそういうこともウーバーだとしなくていいと。まあ本当海外旅行者向けの結構こんな、今回お話になってますけれども、まあアメリカ以外にも対応してる国あります。もしも海外旅行行くときにね、その国ってウーバー行けるのかなっていうのがね、気になる方は一応こう調べてみて、行けるような国だったら Uber やってみてもいいかもしれません。はい。ただまあ注意点としては、Uber の運転手さんって会社に属しているっていうよりも Uber に登録してる方なんですよね。まあだからあくまで個人の、まあ、運転手さんって感じなんですよ。例えばそういうのが不安という方、だからどっかの企業、どっかの会社がやってるとこじゃないと怖いとか嫌だっていう方は、まあ Uber じゃなくてタクシーとかね、そういったのを利用した方がいいかもしれませんが、手軽で、かつ、安く、で、ある程度信頼があるサービス。この3条件が揃っているなら全然使っていいかなっていうような方だったら Uber 利用してもいいんじゃないでしょうか。はい、ということでちょっとね、
私山田が、しばらく、まあ、この昨年今年と、何度もアメリカ来ていて、うん、もう必須のサービスだなというふうに思ったので、うん、今回ちょっとウーバーを紹介させていただきました、参考になったら幸いです。はい、ということで、うん、今回はこれで終わりと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。